しますよ、吉井さん。入れてない、ほら。やっと消えた。終わった。うわっ、ありがとうございます。やっと会えました。来たよっしゃおいで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 。パチンコは出るって。めっちゃ出てますよ、これ。ダイナムプレゼンツ藤原のスレパチ。さあ始まりました、藤原のスレパチ。全方向からね、見た人全方向から見た人いないと思いますよ。いや、中にはいるかもしれないじゃないですか。はい、どうですか、はい、お二人さん、はいはいはい、ね、このジオナのスレパチのね、評判、はい、聞いてます。どうですか。ちょっと僕にはまだ聞こえてきてない。まあ4回目ですからね。そうなんです、ちょっとね、初めて見る視聴者の方もいるかもしれないんで、はい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 、改めてちょっと一発バーンお願いします。ドーンと行きましょう。ジャンガ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 ジャン、はい、ジョニーデップでございます。全然ちゃうやん。これ言ってこないと。ジョニーデップ、ツレパチポイント、ありがとうございます。いただきました。あらにしな、甘くない。すぐツレポイあげるやん。ツレポイすぐやんか。何ですか。私は、うん、壺に入れば、はい、スレポイしまくるって茨城では有名なんですよ。茨城では有名。はい、茨城以外では有名ではない。はい、ちょっとだけで有名。でもここ茨城ですけどね。ちょっと今回からね、ちょっと納豆多いんですけどね。塩の俺に厳しいのよ。厳しいスレポイくれないのよ。なんでのやろ。よし、今半歳スレポイってスレポイってスレポイってマリオか。マリオですか。マリオです。スレポイくれないんでね。自分でマリオのジャンプしてね。出ませんよ。ブロック叩いてもうツレポイゲットしました。出ません出ません出ません。お願いしますよ、ゆうじさん。先週でね、いいですよ。いいですよ。手入れてない、ほら。ツレポイゲット、ダメです、ダメです、ツレポイゲット、ダメです、ツレポイゲット。この番組は藤原のお二人がスレパチの魅力をお伝えするため、パチンコ遊戯はもちろん店舗付近のお店などもご紹介しちゃう地域密着パチンコバラエティーです。お二人には出玉勝負のパチンコ遊戯とマチブラを通してツレパチの魅力を伝えていただき、最終的にどちらがツレパチを楽しんだのかを総合的にジャッジ。今回そのジャッジは塩姉さんが行います。さあ、今回ですね、茨城で有名な神社に寄ってからホールに行きたいと思いますので、エネルギーもらえそうですね。そう、なんかね、もうパワースポットらしいよ。おい、はい、行きましょう。あそこもパワースポットらしいよ。あ、そうなの。あそこに神様が降り立ってんて、で、もう足の裏も血まみれになったらしい。正しかったから、痛い痛い痛い、そこ変えてたらしい。変えてんだ。ちょっとずれたらいいのに、この辺とか。さあ、はい、ここですか。はい、ここです。うわー、立派な通りがね。ですよね。すごい立派。え、少年は来たことあるの。私はないです。いや、ないとこを紹介していくよね、俺らはね。ちょっと階段きついなと思って避けてました。その頃何歳よ。18とか。あ、そうか、18ぐらいやったら逆にもうだるいだるいな。階段とか無理無理みたいな感じだったんですよ。そうかそうか、はい。神社まで続く91段もある階段を登り始めた3人。ちなみにこちらの神社、実はパチンコ台にもなったあるアニメの聖地として有名らしいのですが、なんか大洗ってあのすごい人気アニメのガールズ&パンツァーの、うん、聞いたことある。あります。それでアニメの中でもこの神社が出てくるんで、このファンの中では聖地みたいな感じで巡礼スポットみたいな、出てくんねや、ガールズ&パンツァー。はい、パチンコ台とかロッド台にもあるんですよ。そうなんですよ。チャゲ&アスカーやったら見たことあるけどな。いや、え、私ないです。見たことあるよ。なんとか階段を登り切った3人。すると神社の方を発見。早速お話を伺うことに。こんにちは。こんにちは。え、こちらはどういった神社なんですか。はい、ご創建が平安時代になります。平安時代や。どういったご利益があるんですか。はい、ね、ご祭神が大黒様として有名な、あ、はいはいはい、はい、福の神様ですね。うん、大名口の御事と、はい、少な彦名の御事という、はい、二柱の神様を
祭りしている。はいはい、海の、岩場があってその上に鳥居があったんですけど、はい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 、あそこにその神様が降り立ったって聞いたんですけど。そうなんです、ね、そうなん、やっぱりそうなの、はい、そうなんですか。そうなんです。もうすぐ帰っていったと言いましたけど、こいつ足の裏が痛いから裸足で、はい、あの岩場に、はい、まさしく立ったっていう。そこからここに来たってことですよね。だからね、そうです。それからずっとこちらでお祭りをされているという。ああ、そうなんや。神社の歴史をちょっとだけ教わったところで、早速境内に。神職の橋本さんに案内していただき、まずはお参りから行きましょう。なあ、もう出て、あ、もう出てるね。時間合わせてください、3人で。あ、もう出ちゃってる。いや、もう3人で時間合わせてください、長いね。フジモンさん、心の声ダダ漏れ。次に案内していただいたのは、おみくじコーナー。遊戯前に、一丁運勢占っちゃいましょう。どれが人気ですか。結構シンプルな、100円のおみくじが。シンプルな、はい、シンプルなやつね、はい、シンプルなやついいんですか、はい、わかりやすいですもんね、でも。じゃあ皆さんで、はい、はい、ずつパッとサーフってやつですよ、ごめん。そうですよね。どうしよう、はい、はい、じゃあ私から、はい、いきます。じゃあ、じゃん、あ、中吉、惜しい。あ、中吉2番目ですよね、中吉。中吉2番目ですね、はいはいはい。じゃあ、嵐君どうぞ。はい、吉です。わぁ、いいことでも書いてある。パチンコは出るって言ってるの、嘘つけ。どこ書いてある、何やねん。失うもんや思うように気持ちが伝わらず苛立つことが多く、あら、胸痛むが努力あれば理解られるということです。努力せなあかんだから、はい、じゃあ私行きます。はい、お願いします。何だったんですか。お、出てるよ、大吉。すごい、ちゃんと入りました、大吉入りました。争いごと、うん、勝負やから。勝負、はい。穏やかに勝つ。穏やかに勝つ。いいですね。うにゃーんって気合い入れんでも、はい、穏やかに勝つね。はい、争いごと俺、はい、今は勝ち目がないって絶対負けるやん。絶対負けるやん、これ。いや、でもいいんじゃない、これ。これちょっと、これめちゃくちゃいいよ、俺。家庭、安息ないんですよ、家庭。これから安息が訪れる。これからね、これからね。えらい先や。おみくじ的に今回はフジモンさん優勢。この結果が遊戯でどう出るのか。さらに運気アップのお守りも購入。ちなみに境内にはガールズ&パンツァーの巨大絵馬もありますよ。知る人ぞ知る観光名所、大洗磯崎神社、皆さんも来てみてね。さあ、ということで、はい、いよいよ遊戯タイムですが、今回もダイナム茨城水戸東店ゆったり館さんでお送りいたします。はい、どうもでございます。そしてそして、うん、お店のスタッフさんにも来ていただいております。どうぞこちらへどうぞ。どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、自己紹介お願いします。はい、お願いします。はい、私、はい、ダイナム茨城水戸東店ガヤ担当スタッフの宇田と申します。よろしくお願いします。滑舌が悪すぎますね。ちなみにこちらの店舗の特徴などあれば教えてください。お願いします、はいはい、僕はまだまだこんなんなんですけども、個性あふれるスタッフが、日々、宇田さんより濃い人まだいるんですか。まだいます。恐ろしい店ですね、ここ。まだいます。どういう集まりなんですか。いるんですね。やったら濃い人とか多いってことですね。多いです。なのでぜひ、当店で非日常を体験していただければと思いますので、はい、ぜひともお待ちしております。はい、ちょっとごめんなさい、もうやめてもらっていいですか。コンビン剤というか、ちょっと待って、藤原のなんか格が下がるというか、宇田さんが不安っていうだけで。ひな壇のガヤっぷりが、ガヤっぷりなんか言ってましたもんね。いや、かっこいいな。あ、ガヤが先言ってありましたもん、自己紹介でもね、うん、ガヤ担当、ガヤ担当なんですよ。で、全然まだまだなりきれてないので、ぜひ、はい、何かアドバイスいただければ。ガヤのアドバイスいる。やっぱホール内でガヤいる。いらないと思いますけど。お客様とコミュニケーションを取るためには、ある程度の声量が必要な。いや、それやったらちゃんとお客様とコミュニケーション取った方がいいです。普通に話した方がいいですよ。
出てるねとかそのなんか調子いいとか言うたらうるさいなうるさいなってなりますからありがとうございますラブ、まあ、一応大きな声で話しかけてみていやいいんじゃないでしょうかねだから宇田さんねあのツッコミを探してくださいはいあのスタッフさんでスタッフさんでそうわかりましたより広がりますんで、はい、あの単体だと全く面白くないな今回3人が遊戯するのはダイナム茨城水戸東店ゆったり館こちらはアマデジア1円パチンコなど遊びやすい機種を豊富に設置しております先ほど登場した宇田さんも店内にいらっしゃいますよもちろん感染対策もバッチリ安心安全でご遊戯いただけまーすみんなでスレパチレッツゴーさあ始まる今日はすごい勝てそうな気がする。しますね。だって おみくじで大吉出しとるからね、俺はね。あ、そうでした。そうなんですよ。しおね、はい、この台はどんな台なんですか。はい、今回打つのは、はい、PA11 パラダイス VGO っていう台なんですけど、はい、この台は、はい、設定付きっていう台で、設定によって当たりやすいみたいなちょっと大当たり確率が変わってくるんですよね。なんか6段階設定があって、はい、設定6ってやつが一番当たりやすくて、はい、設定1っていうのが一番当たりにくいんですけど、はい、まあ大きな差はないので、はい、そんな細かく気にすることはないんですけど、まあ1より6に近い方が当たりやすいっていう風台なんですけど、まあ、基本は演出場読み物語っぽい感じですね、はい、ダブルリーチ来ましたよワンワンバウバウあワンワンバウバウワンワンバウバウ来ましたよワンワンバウバウは、はい、あの海物語でいう泡ですあそうなんだワンワンバウバウ、ね、なるほど分かりやすい魚群ってあったじゃないですか魚群ありました、はい、それに変わる演出が、はいそのあこれです猫が猫ちゃん今リハーサルしたらそうこれが魚群に変わる演出で来たら大チャンスっていうこれ当たるんじゃないこれ当たるかなああ外れてしまいましたでもあの今の猫くんが来たら大チャンスです猫が来てほしい。アラネシ猫大好きやからね。猫3匹飼ってるんですよ。家で。そうなんですか。はい、もうめっちゃ流れてくれますよ。猫リーチで当たりたいな、それやったら。猫軍来たのに。外れちゃいましたね。外れたね。早速。幸先悪いね、しおね。え、そんなこと言うと、スレパチポイントあげませんよ。それって全然ちゃうやん、それ。しおね。はい。この台は、なんかダイナムさんでしか売ってない仕様になってるけどどういうことなんですか。この台の、はい、この右上の盤面のところに娯楽マークがついてると思うんですけど、あ、ついてる娯楽、はい、これ娯楽っていうのがダイナムさんのオリジナルのプライベートブランドってやつで、何が違うんやろ。ちょっとスペックも違うんですよ。本当に他のホールさんだと売ってなくてダイナムさんだけで売ってる。とここでまたも塩姉さんに、あ、また猫が来た。え、お前や。ちょっとしおね。ちょっと当たっちゃったんで。すごいな、猫が来た。次は当たるでしょう。ちょっと当たってほしいですよね。2連続外れは嫌だな。さあ、来た。何してんの、しおね。いや、でも俺に気づいてください。中吉やからね。そうなんですよ。私ちょっと一歩足りないんだよな。でも猫くん2回外れましたもんね。そうなんですよね。まあ猫くん2回外してる塩姉はあまり大黒様にあんまり好かれてないってことやだからね。本当ですか。ちょっと遊ばれてる感じですかね。そうね、遊ばれてるね。うわ、まさか3回目や。なんで私こんなに出る。すごいな。あ、これどうよ。3度目の正直。もう出るでしょ。3回目です。もう出るでしょ。2度あることは3度あるのか。3度目の正直か。どうだ。どう？どう？ああ！いや、わからん。やっと。すごい。三度目の正直でした。ちょっと。ほほえんだ。大黒さん。一番乗りいただきました。神様。でもこの台はここからなんですよ。はい、あ、そうなんですか。ここから。そうなんです。あの一回当たると、
時短に入るんです基本 99%、はい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 、でそれでそうすると40回の時短をもらえるので、はいはい、その40回の時短中に、まあ、約47分の1ぐらいの確率の、はい、お当たり確率を引けると60回の SP に入れるんで、はい、SP に1回かかっただけじゃ安心できないってことですね。突破型っていう、じゃあこっから勝負ってことね。そうなんですよ、ワンワンチャレンジってやつが40回で、ここで引ければ SP、 はい、 SP に突入します。大当たり一番乗りの塩姉さん、おみくじは中吉でしたが、ここで当てて SP 突入お願いします。でもまだわかんないですもんね、突破はできてないんで。お、3回連続できました。おお、ってことは、あ、でもバウアウだ、バウアウだ、残念ですね、ジオネ。まだわかんないですよ、バウアウでも。右打ち中も注目すべき演出は猫軍なんですが、あー、取り引いた、おー、取すごい、これでワンワンラッシュ ST に突入です。ちなみに今回遊戯してるダイナムだけで打てる娯楽ブランドのこの機種は通常の機種と比べ ST が10回転も多いんですよ。お、いい音がしました。私はそして、あー、来た、うわ、めっちゃキュンキュン、あー、うわ、何、来ました、役物が猫ちゃんの、すごいの出た、降りてきた、猫ちゃんじゃない、これはいいなー、あ、川来た、あ、はい、これでこれで奇数図柄だったら6ラウンド以上で、はい、偶数だったら4ラウンドかもしれないっていう感じです。奇数のがいいです。おーい、そろそろ行こうか。うわ、もう112回回してるやん。この台は低確率状態を230回転消化すると300回転の U タイムに突入しますが、おみくじで大吉を引いたフジモンさん、ぜひその前に当ててください。よし、2回、次、おーおお、ぐガルルって言った、何、ガルル、おお、ー、行っちゃった、なに、わー、猫ちゃん、出た、猫ちゃん、いけー、ゴリ押してきたー、おい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 、めっちゃいいやん、ワン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 、めっちゃいいやん、めっちゃ来ましたー、ありがとう。やっぱり大吉引いたもんな、吉の花見さんでも頑張ってほしいな、勝負勝ち目なしやったからね。この後、塩姉さんは大当たりを4回重ね、ST 終了。私、炎目になってたんで。そして、こちらはフジモンさん。中吉の塩姉さんが大当たりを7回。大吉のフジモンさんは果たして何回？まずは ST 突入を目指します。40回です、40回。聞いちゃってください。当てて、当ててくれたらペディグディチャムあげんのに。ペディグディチャム。大吉出してるので大丈夫。今日のフジモンさんなら ST 突入いける気がする。お？あら？なになになに？うわ、また来た。また来た。はい、猫くん。来ましたね。何、猫ですか？時短中に猫くんが来ましたよ。ピー。あ、しかも炎目ですよ。え？炎の目になってます。炎の目になってる。目が炎になってます。ちょっと止まれ。これは。いろんなん出んのやめてよ。え、大吉なのに？どうしたんですか？嘘だと言って。争い事、うん、勝負やから。勝負、はい。穏やかに勝つ。穏やかに勝つ。はい、勝ちました。猫嫌い。フジモンさん、勝負はまだこれからと言いつつも時短も残りわずかに。あとラスト3、2、1。ラストですか、次が。ラストお願い。うわ、あ、何がどうなったんですか。何がどうなったんですか。
時短が終わってしまったんで単発1回だけで終わりました。そういうことか。さんはまだ全然見えてますよ、すね、背中は。目が赤いの赤くしな、なれへんな。赤くなれへんねん、充血やないねん。目が炎になんねん。あ、炎になるんだ。ちなみにハートもありますよ。ハートもあるわ、いろいろあんねん。炎よりいいです。あ、いい、炎よりいい。いいこと聞いた。あ、なにこれ。あ、これなんすか。ゾーンに入りましたね。狼出てきましたよ。え、なになに。吠えれば、はい、大チャンスっていう。狼吠えて、ここにいるよ。はい、吠えてください、吠えてくださいよ。狼吠えるな。兄弟兄弟、狼黙っとけ。狼黙らないで。狼口をマイチモンジに結べ。大きくお口を開けてください。そしてマイチモンジに黙っとけ。遠吠えを、ウォーの一言お願いします。もうかなり吠えた。フジモンさんのガヤが勢いを増す中、原西さんにチャンス。何やろこれ、見たことないやつが来た。吠えるな。吠えていいです。吠えましょう、吠えましょうよ。黙っとけ。吠えましょう、吠えましょう。おー、いいよ。吠えていいよ、吠えていいよ、吠えていいよ。わマイチモンジに口を結べ、狼。あ、どこ行った。あ、行った。どっか行った。ああ、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 ってどっか行った。スッて行っちゃいましたね。原西さん、おみくじの内容通り、今回は勝ち目ない感じ。ま、なんか接近中、何これ、ワンワン。U タイムが接近してるってことだと思います。なんか、ああ、これのことですね。はい。ここに何分の1とか書いてあります。もしかして230分の222。あ、じゃあもう8回転じゃないですか。あと、やった。原西さん、何気に U タイムまであとわずか。突入すれば逆転のビッグチャンス。ゴリラの U タイムが始まりました。あ、始まりましたね。ゴリラの U タイムが始まりました。お願いです。すごい。今度は右打ちって思いっきり右にしちゃって大丈夫です。U タイム中に当たれば ST 突入となるので、フジモンさんに追いつき追い越す大チャンスの到来です。なんで狼吠えてんの。吠えてんの。吠えてますね。なんか聞こえる。なんかワンを言うたで。いや、でも狼出てきてないのよ。なんで。お、めっちゃ吠えてる。あ、また吠えてるな。ワンを言うてるで。いけるなら出てきてください。2回で終わってったら、ワオンワオン2回で終わって3回まで行けば。あ、そういうことなんや。もう50回、早い。50回もう回った。原西さん、ここで当てないとフジモンさんに追いつくどころか大当たりなしで終わっちゃいますよ。お、お、覚えた。もう1回、もう1回。あ、3回。しかもキュンキュンキュンってなった。当たりましたね。当たりんじゃないでしょう。まあ、でも手離してても今は大丈夫です。もう当たるだけなんで。本当？もう当たります。なんて言いました。もう当たるだけなんです。もう当たります。もう当たります。私、今からもう当たるだけなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に？いやー、基地の右打ちですか？はい、右打ちです。やりました。トップリーダーの仲間入りです。ありがとうございます。原西さん、見事 ST 突入。猫が大好きだという原西さん、大当たり継続させつつ猫軍も出しちゃいましょう。あ、まだ続いてますね。はい、かわいい。あ、普通のリーチやな。あ、どうも来た。なかなか目も炎にならないです。ならへん。やっぱ結構。あ、消えた。復活した。終わった。これは終わりました。超いいことが待ってると思います。何？どうですか？あ、うわっ！ありゃ、やっと会えた。やっと会えました。かわいい。連れパチポイントゲットです。ありがとうございます。やっと会えました。よかった。すごいかわいい。あと消えた。あ、しかも一番いいラウンド取れるんじゃないですか。ああ、何？タッチって出たら手をかざすとワンちゃんが出てきてくれたりとか。ほんまや。めちゃくちゃ懐きました。めちゃくちゃ懐ついてくれましたよ。チワワのギミック出現に大興奮の原西さん。そしてこの後もすごい。なんか鳴った。ああ、なんか鳴った。もうおめでとうございます。あ、うわ、懐いてる。めちゃくちゃ懐いている。手をかざします。別に懐いてへんやろ。
った、めちゃくちゃ懐いてる。猫出ないですね、もう当たるのに。な, なんで猫を願っているのに。おみくじには勝負の勝ち目なしとありましたが、原西さん、このままいけば勝てそうです。一方、調子の出ないフジモンさんはここでツレポイ獲得の秘策に出ます。しおねえ、はい、ブルドッグいるでしょ、ブルドッグ。ブルドッグ、ブルドッグね、はい、ブルドッグってちょっとほら、なんていうかな、顔がペチャッとしてるというのか、はいはいはい、鼻がペチャッとしてるやんか。なんであれはね、改良されてああいう顔っていうか、はい、にしてるんですよ、はい、なんでそうしてるか分かる？噛まれても大丈夫なように。そうなのよ、あの皮膚もほらダロンってなってるやん か, か噛まれても大丈夫やのように改良されて、ああいうブルドッグから逃げてるんですか。あのね、おっと、7来た。いや、ちょっと待って、ブルドッグで、ブルドッグで7来た。いや、俺はブルドッグ、俺はブルドッグで、俺ブルドッグの情報を聞いてたらブルドッグで7来た。俺はブルドッグで来てるな、ブルドッグでダブルに来てんだよ。もっとブルドッグの情報言うといて、7来るから。ブルドッグで当たりましたね。そしたら7来るから。うん、こっちは外れました。え、教えてくださいよ、何から身を守ってるんですか。いや、身も守ってるっていうか、ブルドッグ、名前がもうブルドッグなんですよ。ブルって何か分かる？分かんない。牛ですよ。あ、レッドブルとかも牛、牛でしょ、書かれてる。もともと牛と戦う、牛と戦うね、牛にぶつかっても鼻がね折れないように。へー、そうそう。いや、ほんで連れっぽいないんかい。すいません、普通に感心してました。連れっぽいないんかい。じゃあちょっと、あのブルドッグのリーチかけてくださいよ。連れっぽいあげます。そんなことより。あ、当てたらブルドッグで。いや、当てなくてももうリーチでいいです。リーチやねえな。いや、それするない。いつか来るやん。いや、だって俺がブルドッグの豆知識をね、少年にね語ってんから、そりゃそうやろ。わあ、猫軍いきなり来た。まさや、やばい。なんかお願いします、お守り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 、お願いします。リーチ来た。お願いします。あっかな、お願いします。猫軍来たら来るやろ。うわー、外れた。え、一回当たってはいるものの、今回フジモンさん全不調。もうやだ、もうやだ。一方、猫大好き原西さん、ついに待望の瞬間が。え、あれ、こっちの猫が ST だから、ついに、ついに来たんですね。猫くん、猫くん、猫くん、猫くんから来ました。りやりたいことも全部やりました。やりました。ニャンチュールあげるからね、後でね。そしてさらに、あ、猫ちゃん、すごいな。それはもう安心パターンですね。再びブルドッグで当てて、これで6連続大当たり。はい。しかし、その後 ST 終了のピンチ。ラスト、うわ、終わった。よし、あ、終わっちゃいましたね。終わった、よし、終わった。はいはいはい、U タイムですよ。なんと、ここに来てフジモンさんが U タイム目前。よっしゃー、 U タイム入りますよ。乞うご期待よ、皆さん。どうなの。よっしゃ、これで追い上げるぞ。はい、ニュータイム来ました。こっから右打ちですね。はい、300回よろしくお願いします。最後の最後で大吉効果。フジモンさんのテンションも最高潮に。はい、ワン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 、わわ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 わ
まあ、抱きしめ、まあ、ね、バカなこと言ってんじゃないよ。あるわけないでしょ。それはないと思いますけども、お姉さんの言葉に急に不安になったのか、フジモンさんポケットに忍ばせておいたお守りを取り出します。お祈りしてます。してるよしてるよ。ここでの U タイムスルーは本当に最悪。フジモンさん頑張って。3回泣いて。いやちょっとお願いしますよ本当に、ね、ちっちゃい声で、ね、何言うてんの。すごいな本当に。3回泣いて。200回当たってませんね。厳密に言うと444回当たってませんね。まあそうなるよね、分かってるから言わないで。230から300回ですよね。うるさいわ。あっという間に時短残り50回を切りました。これはもしかしてあと45回です。泣いてる泣いてる。あーなった、なったよ。いただきますよね。いただきましょう。ブルドッグ、ブルドッグじゃない、ブルドッグじゃない。これはダルメシアンと土佐犬。どうなりますか。土佐犬のがいいですよ。よし土佐犬来ました。土佐犬来たよ。もうこれはわーん。あ、あ、来たタッチした。よっしゃー、泣くやつや。あ、俺と一緒のパターンや、やばい。いや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 、おいで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 、俺と一緒のパターンやぞこれ。そうですね、タッチセンサー。マックスライドオンタイ、ライドオンマイライドオンタイ。マックス出ちゃいました。すいません、あの世代なんでツレパチポイント。イエーイ、マックス世代でよかった。マックスですもんね。さあ追い上げるよ。さあフジモンさんの追い上げ開始。ここからは10ラウンドの大当たりを多く引いて出玉を伸ばすことも大事ですよ。やった。あ、もしかして、あ、おー、 V のやつ、ストックのやつ出ました。 V 来た V。 はい、もう一回控えてきますね。ね、控えてるのね、もうね、スタンバイしてんのね、はい、V がスタンバイしました。 V ストックで次回も大当たり濃厚。いや、追いつくどころか追い抜きますよ。もう絶対絶対原西からリードしますよね。え、犬だけにね、リードしますよ、犬だけにね、リードしますよ、犬だけにね。いやいやいや、よくばっちゃダメですよ。ないの、連れ、連れっぽいないの今の。連れっぽいはちょっとあの出玉でも頑張ってくださいよ。そこに頼らず。いや、それは関係ないやんか。いや、さっきはさっきはもうちょっとね。はい、回ったー。はい、猫、猫ちゃんいっぱい。来るなぁ。わー、キャッツキャッツキャッツ。あー、降りてきました。おいでおいで。追い上げてきた。やばいな。これがちょっと10ラウンドとかだったらやばいかもしれないです、ね、10ラウンド。これ、わー、待った待った、いけ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 。あ、これで6ラウンド以上ですね。はい、9、イエーイ。どうなるこれ。ありがとう、コーギー。このまま追い上げる感じか。素晴らしい、来ましたよ。行くよ、行こう行こう行こう、一緒に行こうよ。マンパラダイス、よっしゃった。最後のパラダイスというタイミング難しいのよ。なんでそこの一人遊び。いや、パラダイス一緒にいたいのよ。でも、あ、どのどこのワンワンの後にパラダイス言うかがちょっとね、難しいのよね。フジモンさん、さすが遊戯自体を楽しむことも忘れません。しかし、何事もなく3 2、嘘よ、やめて。あ、あ、あ、よっしゃ、これ、これか、これか、これか。どうなの、あ、ラスト。ででででで、今なんかすごい、ちょうどパラダイスで終わったのに。パラダイス言わず言わず終わりました。自分で決めた遊びやのに。何にも何にもパラダイスやれへん。結果発表お願いします。では早速しようね、発表しようってください。お願いします。お願いします。はい、お二人の手玉が、はいはい、藤本さん、はい、1613玉、はい、原西さん
2632玉。はい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 。そして私2671玉でした。はい。遊戯的には原西の勝利ってことですよね、はい、まあまあ、でも遊戯だけに限ってはね、うん、はい、そうです、はいはい、パチポイントを加算しますと、はい、今回の勝者は原西さんです。もうおみくじで大吉で、あの出玉はちょっと、いや、おみくじポイント関係ないやろ。おみぽい関係ないやん。ガチめなこと言っていいですか、うん、さんだって集中力ないんだもん。それは、だから結局もう塩根の総合ポイントでしょ、はい、全部判断してそうなったってことですから。まあ、ということで、はい、負けた藤本さんには罰ゲームをやっていただきたいと思います。これはおかしい、この罰ゲームおかしいです。はい、今回の罰ゲームは、はいはい、フリスビーをワンワンキャッチです。できるけど、どういうことですか。これは勝者が、だから原西さんがフリスビーを投げて、敗者の藤本さんには犬のようにキャッチしていただきたいと思います。犬のようにどういうこと。犬のようにだからこうやって原西さんが投げたら、うん、口で。そうですよ。まあでもやらなしゃあない、決まってますから。これ罰ゲームなの、しかもこれ。何、どのぐらい。ほんまの犬用のやつやん、これ。高かったら全部いきますよ。はい、行きます。ちゃん投げてふわっと。はい、行きます。はい、ほい。お二人、今日のツレパチはいかがでしたか。僕は多分リーチアクションっていうの、はい、ほぼ全部のアクション見れましたので、大満足してます。あ、そうなんだ、大満足してます。しようねえわ。私も結構当たったし、3人で楽しくワンパラやってたので楽しかったです。あ、そう、はい。俺もう神社が嫌いなんですよ。神社自体が神社と塩姉が嫌いになりそうです。本当にそれは分かりませんけど、それはそうやったって。あなたもいいやるのって。パチンコ売ってる時に楽しんでたらポイントちょうだい。ねえ、全部考えてあげてください。はい、はい、今後ね、今後考えてね。はい、はい、では最後にですね、うん、恒例の原西くんの渾身のギャグ披露、はい、お願いしたいのですが、うん、いいですか。その後、塩姉にもやってもらいます。はい、じゃあよく絶対やってもらいますから、はい、よく見ますね。はい、行きますよ。はい、いきます。鼻くそキャッチ&リリース&キャッチ&アウト。すごい、やりやすくなったじゃないですか。もうこれもやってもらいますので、すみません、はい、めっちゃ鼻に意味入れてたけど、ね、ちゃんとハウスしてくださいよ。じゃあいきますよ、ジョネ。はい、はい、回りました。鼻くそキャッチ&リリース&キャッチ&ハウス。合ってます。合ってますよ。しっかり取るとき取ってくれた。えらい。はい、さあ、塩根の、ね、今のギャグ動画はですね、ダイナムさんの公式ツイッターで公開されるので、公開されますよ、大丈夫ですか。皆さんチェックしてくださいね。はい、そして次回は6月15日の配信となっておりますので、お楽しみにしてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまたお会いしましょう、みんなで、ズレバチ。